皆さんこんにちは。じゃあマスダケチャンネルです、はい、本日は J リーグクラブ基本講座コンサドーレ札幌編です。札幌雪まつり。それでは今日も元気に J リーグの勉強をしていきましょう。まずはじめにコンサドーレ札幌のコンサドーレの意味、はい、皆さん知ってますか？知らない。これね、調べてみてびっくりしたんだけど、うん、なんと北海道民を意味するドサンコの逆さ読みです。嘘でしょ。ドサンコ逆から読むとコンサド。そういうこと。コンサドにラテン語の響きのオーレを加えてコンサドーレです。反対にするだけでなんかやけにかっこよくなった、うん、そう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 。続いてホームタウンは北海道全域です。なるほど。北海道といってもこっちからこっちからこっちからこっちまで広いですよ。はい。続きましてスタジアム、はい、来ました、はい、今日もスタジアムについては情報が豊富ですのでしっかりと解説していきたいと思います、はい、まずねこのスタジアムについてなんですけども、コンサドーレ札幌のホームスタジアムはなんと札幌ドームなんです。札幌ドームか。野球の印象が強いな。そう、私は全然知らなくて、札幌ドーム、札幌ドームといえば日本ハムじゃないのかと思ったんですけども、これ札幌ドームはサッカーと野球兼用のホームスタジアムになってるんです。でこれってすごく珍しいことで、プロ の、 そのサッカーチームと野球チームが一つの場所を本拠地にしているというのは世界的に見ても珍しいことなんだそうです。だって無理だもん。そう、無理だよね、うん、その無理を可能にするために、うん、ここはね素晴らしい工夫がされていたんです。なんでしょう。なんと芝生地面が可動式、うん、ウィーンと動くんです。この可動式のシステム、ホバリングシステムというもので、世界初導入されたシステムのようなんです。やばい。まず芝生は通常時外で育てられてます。屋外で。なるほど。そうで、サッカーの試合で使う時になるとその芝生が動いて中に入ってくるそうです。そのシステムのおかげでこうサッカーも野球もできる、そんなドームになっているみたいなんです。これはすごいね。ちょっと行ってみて分かるやつか分かんないけど、うん、なんかそこら辺は注目したいところですね。そうですね。収容人数は3万8000人と結構大きいね。まあまあまあ大きい。札幌駅からは約30分ぐらいなので、まあまあアクセスとしてはいいスタジアムなのではないでしょうか。なるほど。レイポロから30分か。はい、レイポロから30分。間違ってる。ここにもあった。あとこのスタジアムはやっぱドームだから、うん、なんといっても夏場の試合が快適らしくて、なるほど、多分エアコンが効くらしいです。へえ。だから本当は真夏に行ってその違いを体感したかったんだけど、今度行くときはもしかしたらちょっともう涼しくなってるかもしれないんで、まあでもあの中と外の違いみたいのも解説できたらいいなと思ってます。そうだね。続いて株主は北海道の有名なお菓子白い恋人を販売している石屋製菓をはじめ、うん、ダイヤモンドヘッド、新学会ホールディングスなどが名を連ねています。なるほど。はい。エンブレム、こちらです。ポン。札幌のエンブレム結構珍しい形してませんか？これすごいね、私お気に入りのエンブレムなんだけど、この上のところにフクロウがいると。で、このフクロウの鋭い眼差し、これね、鋭い眼光は勝利を見据えるという、そういう意味があるそうです。なるほど。はい。そしてこの斜めに入ってるのが11個の星、まあ、サッカーでいう11の星が入っていて、そしてこの斜めの線はブリザード、北海道の厳しい冬の寒さ吹雪
を表しているようです。なるほど、強そうだね、はい、やっぱりね、なんといってもこのフクロウが上についてるというのが私的にはお気に入りのポイントです。かっこいいね。はい、はい、続いて最後にマスコットキャラクター、こちらです。ドーレくん。コンサドーレのドーレか。そう、これは日本最大のフクロウであるシマフクロウをモチーフにしています。北海道はシマフクロウが有名なの。うん、この日本最大のシマフクロウが北海道にしか生息していないということで、北海道を象徴する鳥のようです。そしてこのドーレくん、2021年キャラランキングでは55分の9位です。結構高いな。結構高い。あまり可愛さという面ではないかもしれないですけど、かっこよさが買われているのでしょうか。スタジアムに行ってぜひ見てみたいなと思います。はい、それではコンサドーレ札幌の歴史をご紹介したいと思います。はい、1935年、東芝堀川町サッカー部が前身のチームとして創部されました。へー、そうなんだ。東芝ですね。これ全然知らなかった。俺知らなかった、ね、しかもこの東芝堀川町サッカー部、当時は川崎にありました、うん、あ、そうなの。はい、へー。なんですが1996年、うん、もう J リーグ開幕していますね、うん、この年に東芝サッカー部を札幌が誘致するとということで、このタイミングで、愛称はコンサドーレ札幌というふうになりました。そうだったんだね。なんですけど、このチームの、まあ、株主とかそういったチームを支える企業の中に東芝は含まれていません。うーん、これがかなり珍しいみたいで、そう、例えばガンバ大阪だったらパナソニックとか、うん、名古屋グランパスだったらトヨタとか、うん、そういった会社がバックについてるものなんですけど、うん、このコンサドーレ札幌の場合はここに誘致して J を目指すという段階で、東芝さんは援助というか、うん、そういうことをしないと。なんでもうバックボーンに何もないようなチームとしてここで生まれ変わってる。そうなんだ。そういう珍しいチームなんです。そして1997年、JFL という J リーグの一個下のリーグで優勝して J リーグへ昇格することになります。へえ、1997年か、うん、結構遅いですね。だからついこの間じゃん。君何歳だ。え、私が2歳だ。そして1998年から J リーグでコンサドーレ札幌戦うことになるんですけど、うん、見てください、こちらのグラフ、このジグザグ曲線を描いた成績をたどっているというチームになります。1998年ですねはまだ J2 がなかったんですよ。あ、そうなんだ。99年から J2 が開幕になるんですけど、うん、98年の段階で J1 の下位のチームと、うん、JFL 一個下のリーグですね、うん、の何チームかが J2、J1 のこのどっちが行くかみたいなのを、うん、争ってました。そういう理由があって、そこで見事に負けてしまい、あららら、99年、初の、降格チームとなったのがコンサドーレさん。そうなんだね、はい、でそこから、このようにジグザグな歴史をたどります、うん、99年には、J2 でしたが、2000年には、J2 で上位の成績を収めて、2001年には J1、うん、といった具合に、2003年、2008年、2009年、2012年、2013年、2017年とこう降格昇格を繰り返すような成績をたどりました。そうだったんだね、はい、そして皆さんご存知ですかね、岡田武さん知ってますか。知らないです。岡田武さんは、2度、日本代表を率いてワールドカップに出場している監督ですけども。あ、岡田武さんってあのメガネの人。あ、そうです、なるほど。あの人が、98年かな頃に監督されたんでしょう。2020年、去年ですねの J1 の順位は12位。17年から降格してないんで結構長い間、うん、J1 に残っていると、そういうチームになります、うん、なるほど。でこの2017年から、このコンサドーレ札幌を率いているのがミハイロ・ペドロビッチ監督です。知ってるか。見たことあるかもね、うん、
この監督は長く広島と浦和を率いてた監督です。でちょっとこの前怪我しちゃったみたいで、怪我？こうやって歩いてる監督です。そうなんだ、はい、大丈夫かな、うん、ちょっと杖とかつきながら。 J では、屈指のかなり有名な監督で、うん、今シーズンもコンサドーレ札幌は期待されてますね。そんなコンサドーレ札幌、注目選手は誰でしょう？はい、注目選手はですね、まず第一に福森選手、知ってますか？わかんない。福森選手は左サイドバックを主に担当する選手なんですけど、なんといっても魅力はプレスキック。プレスキックっていうのはフリーキックとかコーナーキックとか、その止まったセットプレーのキックがすごく得意な選手で、ほう、もう本当にすごいです。それはコントロール型ってこと、それともスピード型ってこと？両方です。両方でもコントロールかな、どっちかというと。本当にいいボールあげます。そうなんだ、はい、左利きの選手です。でもう一人、嫁もすごく大好きなチャップライアマン、チャナティックです。チャナティック、どこの国の人か知ってますか？ね、タイか、もしくは、もしくは言わないでいいです、タイです。タイのメッシと呼ばれる、そんなテクニシャンですね。なるほどね、はい、チャナティック選手もかなり上手ですから、彼にも、注目してコンサドーレ札幌観戦に行っていきたいと思っております、はい。でコンサドーレ札幌に限ったことではないとは思うんですけど、J リーグのクラブってかなり経営が難しかったりっていうチームが、クラブが多くて、このコンサドーレ札幌も、債務超過に陥っていることが何度かあったようです。でその時々で、助けてもらってで、札幌市から援助もらったりとか、こういう、スポンサーさんに援助をもらったりしてるんですけど、それをサポーターの方もすごく感謝というか理解しているというか、っていう出来事があって、債務超過をなくすためにスポンサーさんから増資をいただくという機会があった時に、スタジアムに掲げられたのがその各スポンサーさんの横断幕、例えばこれからも白い恋人をとか、遠征は JAL でとか、あと JR もだったかな、空港までは JR でとか、そういう宣伝するようなことをサポーターの方が自ら、誰に頼まれたでもなくそうやって自らやってるところが、自分たちもコンサドーレ札幌の一員なんだというような、そういう姿勢がすごく素晴らしいなと。その例えば札幌のサポーターがどこかのアウェーに行ったりすると、そこの近くのコンビニのビールからは札幌黒ラベルだけはなくなるとっていうことがあるみたいです。それすごいよね。すごくね、そういうのツイッターで載ってたんだけど、なんかそうやってみんなで一致団結して自分たちの地元を盛り上げていくのって魅力の一つだなと思っています。ということで、次回サッカー旅はコンサドーレ札幌を応援しに札幌ドームへ行っていきたいと思います、はい、この札幌ドーム、そして、コンサドーレ札幌というチーム、さらにはコンサドーレ札幌の一員である素晴らしいサポーターさん、その様子を見に行っていきたいと思っております、はい、ぜひ YouTube コンサドーレ札幌編お楽しみに。楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。違うよ。袋の鳴き声にクレームが入りましたので、嫁が代わりに披露いたします。ポポ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 ポ